皮肉すぎやろ。いや、うわー、やっとる。どうも、あめやです。どうも、チーズ。どうも、あずみです。よいしょ。なってねえな。よいしょ。今日はね、ウメッチに僕の端末を貸して新眼を使ってもらうと。初新眼。そしてアンソニーもオフェンスを買ったんで、ね、そう、オフェンス今日買いました、皆さん。いいね。初オフェンスをデビューです。というわけで、また今度ね、アンソニーのオフェンスの画面をお見せできたらなと。はい、楽しみ。いいね。僕は今日、ウメッチが俺の新眼を初めて使うってところで、ちょっともうやば、頑張ってみましょう。ウメさん、マジでやば、立ち回り考えてね。はい、コツ。オッケー、いいよ。俺じゃあ、どこどこ、パンタどこ、いるわ、いるわ、どこどこどこ、あ、違う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 、俺鬼のそばにいますね。皆さん暗号化よろしくお願いします。パンタ今中央棟の2階に上がってます。中央棟の2階だ。はい、これさ、はい、皮肉すぎやろ。やばいでしょ。心眼の辛さが分かってほしい、みんなに。我は暗号、行きましょう。私が痛いよ。なんてことしてくれんだよ、タコスケ。はぁ、おい、バレてんじゃねえよ。今コッツンしても意味ないもんね。一応する。いや、していい、していい、していい。コッツン、コッツマン、いいね。コッツマン、いいよ。新眼はこれあれだよね、調整来ないんだっけ。確か調整来ます。あ、来んだ。あ、ミスった。暗号がめっちゃ早いってこと。そう、暗号解読は 30% 早い。いい、どっか行きましたよ。ウメッチ気をつけろ。オッケー。じゃあ、ウメッチの心霊現象の話聞きましょう、今日は。なになになに。ウメッチがウメッチが体験した心霊現象の話。何すか、デュデン。何の話それ。ウメッチが体験した、いや、心眼でなんか心霊スポットにいる感じになるじゃないですか。やってると。ただの無茶ぶりってこと。あ、ただの。いや、心眼やってると、うん、なんか心霊スポットに行った気分になるんですよ。わかるでしょ、なんか使って。そういうこと。若干わかるでしょ。まあ、あるね。それでしょ。その説はある。でしょ、うん、それを。めっちゃ怖いもん。でしょ。それを、そこで、心霊スポットに行ったりした時の話。心霊経験。心霊経験ってことね。そうそうそう、心霊体験。ポッとするよ。はい。ウメッチの場合、最近家の前に、よくセミが死んでるとかさ。それよ。あれ俺が置いてるんですよ。あれマジで誰かやってるんだよ。多分アンソニーだと思うんだよね。あれ俺、さすがに、さすがに俺、うん、いや、俺前、やばすぎ。それリップしたけど、多分ね、アンソニーが犯人だと思ってる、俺は。なんで俺の家知ってんのっていう。余裕。やべ。それが死んでる。来た、来た、俺がチェイスしてやっからよ。やってくれ。クソピエロ。一回こい。誰か直してほしい。今の NG ワードだし。ちょっとドキドキしてない？怖くない？ドキドキしてるよ。ドキが胸胸。あ、でも。なんか、オフェンス使ってると、うん、何が怖くねえっすよ。やろ？それいいね。なんか取りすぎてっていうよ。後ろ後ろ。距離感がね、方向わかるけど、これ距離感わかんない。どこ？え、ハンターいる今。いる。ハンター今ね、中央の塔にいる。いるやん、そこ。いる。いや、今直してる直してる。死んだんか、死んだ。俺が直すから。しゃがめよ。俺。梅地逃げろ、梅地逃げろ。俺はじゃあ離れる。反対側に行くんや。俺とアンソニーであいつらをぶち殺しに行ってるぜ。これいけるね。また中央の塔入りました。お前石だろ。いや、石チェイス最強だから。いや、チェイス最強なんだけど。石が一番チェイス強いと言っても過言ではないんすよ。本当にぶち殺しでやるよっての絶対違うじゃん。いや、ぶち殺し。毒薬。あ、来た来た来た、アンソニー。あいつお散歩してるやろ絶対。さっきからすごいよ。俺、おい、はい、甘えてんだよな。これラストや、うん、ラストの暗号やん。はい、あいつさ、タックルしました俺。あいつさ、いや、そっち行ってない。そっち。全然ドキドキわかんねえや。このさ、ハンターさ、マジでさ、なんか全然殴ってこないんだけど。本当だ。急に今横に現れて、やーってなった。あ、いやー、もう無理、もう無理やこれ。それちょっと飛ばない方がいいよ。え、そう。あ、危ねえ。こいつマジで全然攻撃してこない、うん、俺だって俺今ハンターの後ろにいるもん。俺もハンターお金が。俺も追われてない多分。うん、何直していいぞ。なんかボットじゃね。コツン、ボット説ある。だって今俺ハンターと一緒にお散歩してるけど。俺もハンターだけど、それ後ろついてた。今一応心眼のあれで見えてるけど、二人めっちゃ近いとこいるやん。これタックあったいわ。お散歩中。当てよう当てよう当てよう。いけ。ちょっと帰った。あ、そっちの扉行ってますよ。そっちの扉行ってますよ。え、これって皆さんラグビーボール。そっちの扉行ってますって。ラグビーボールもう一回押せば途中で止まるんですよ。してるけど全然攻撃しないぞあいつ。あいつ何？やばすぎる。ちょっと撮影しに行こう。何やってんの。うわー、来てるやん。何で当たんねえ。全然攻撃しとない。何これ。
あ、オフェンス何もできてない。ティタックルが当たらん。これ距離何何何何みんな行こう、ほらみんな行こう、みんな行こう、みんな行こう。あ、めっちゃ笑ってた。何やってんの。早く出よう。こんな簡単なピエニキいなくない。やったーい。ちょっと待って、攻撃のボタン知らなかったタイプかな。何これ。俺一回殴られましたけど。俺も一発殴られた。そう、何人か殴られたけど一度もだって風船になってないでしょ多分。なってない。思ったのは梅地が初心者だから多分優しくしてないんだよ。そういうことか、うん、多分優しいね。ピエロ、優しいピエロだったんじゃない。殴らないけどあのびっくりはさせてくれるみたいな。びっくりさせてくれる。心霊スポットの話してないし。ほんまや、ほんとやん、ほんまやしてよ。次回お願いします。ほんとに怖いやつあるけど。これじゃあそれお願いします。セミの話しかしてないよ。セミの犯人はアンソニーっていう話が今回のところで分かってないから。というわけで今回ね、はい、お願いしましょう。それではまた次回のところでお会いしましょう。またね、バイバイ。